今回はこの SR7FGK100 というモデルを、このモデルチェンジ後のカムロードというユニークなキャンピングカーの左右席、これを外して左右席に装着を行った際の模様を簡単な動画にまとめていました。なかなか運転席そのものにはあまり問題がないのですが、こちらの助手席ってな感じですね。目線は相当上がるけど、はい、足は届いてますよね、はい、届いてますよね、はい、ただやっぱり純正のものよりは多分5センチ6センチは上がってると思う。だから目線も上がってるんですけど、うん、でも下半身がすごいスッキリしてるんじゃないですか。はい、幸いなことにとてもスタイルの良い、助手席の奥様でしたので、設定したポジションにうまく収まったという模様でございます。ぜひ同様な車で、レカロシートご検討の皆様、アクセスをお願いいたします。